はい、今回ご紹介させていただくのはハワイブランドコアロハのロイヤルピカケのシリーズの新しいラインナップとして登場した胴体にマンゴー材を用いた、新シリーズですね。そのソプラノサイズの KSM10RPMG をご紹介させていただきます。以前ですね、ロイヤルピカケのハワイアンコア材を用いたラインナップをですね、ご紹介させていただいたことがあるんですが、今回はですね、このマンゴー材を用いたモデルということでですね、こちらのソプラノサイズとですね、パイナップルボディのソプラノロングネックモデル、コンサートモデル、テナーモデルという形で新登場したんですが、今回はこちらのソプラノモデルをご紹介させていただきますね。ロイヤルピカケのシリーズはですね、表面はツヤを抑えた外観だったりとか、全体的な仕様の違いっていうのがレギュラーのラインナップと違うところではありますね。こちら胴体に用いているのがマンゴー材ということでですね、ナチュラルカラー系のというか、またコアとは違った美しい外観になっておりますね。ハワイアンコア材とかだともっと茶色っぽい感じになるんですけども、こちらはマンゴー材ならではの独特な木目が特徴的なものとなってますね。ロイヤルピカケのシリーズはですね、ヘッドの付き板はエボニー材で統一してますね。黒っぽいですね、材質になりますけれども、コアロハのロゴがですね、アバロンで入っておりますね。こちらコアロハのロゴ入りのですね、ガンメタ調のギアペグが搭載されておりますね。で、ネックはマホガニー材となっておりまして、で、シバンとブリッジもエボニー材の仕様となってますね。で、シバン上のポジションマークもアバロン外で入っておりますね。シバンエンドのサウンドホール側にですね、こういうクラウンデザインのですね、ギザギザとしたこういうおしゃれなデザインになっておりますね。一応こちらがソプラノサイズではあるので、結構昔のコアロハのソプラノとかだと、12フレットジョイントの12フレット仕様とかだったりするんですが、現行のコアロハはこうフレット数が増えてですね、12フレットジョイントの最大15フレットまであるので、ソプラノでもあらゆる曲に対応はできるので、13、14とか結構こう曲によっては使う場合があるかなと思いますので、そういう意味でもアップデートした仕様って形になりますね。コアロハマンゴーのソプラノプラノっていう立ち位置ではあるので、こちらと比較する対象としては同じくハワイアンコアのロイヤルピカケかなとは思いますけれども、ちょっと比較も込めて弾いていきますね。コアロハなのでやっぱ音量感がすごい出てるのが分かりますね。このマンゴーモデルに関してはコアロハらしいすごいこう音量感を感じれるんですけども、ハワイアンコアよりもちょっとカラッとした感じは抑えられた感じの、結構ぬくもりのある感じっていうのが特徴的ですね。こちらが同じくロイヤルピカケのソプラノのハワイアンコアモデルですね。 KSM10RP になります。やはりマンゴー材と比べるとハワイアンコアの方がコロコロとした感じというか、ちょっとこう乾いたなりというか、個人的にはそういうニュアンスを感じますね。わずかな違いではあるんですけれども、やはりマンゴーの方がプラスアルファのぬくもり感というか、気持ち角の取れた感じが分かりますね。材質の違いによる音の響き方っていうのはやっぱあると思いますので、面白い部分の一つですね。これらに関しては胴体の材質だけが違うので、それ以外の仕様は同じですね。フレット数も同じですし、こういうヘッドも同じなので、もちろん外観の好みはもちろんあると思いますけど、若干音も違うっていうところもありますね。どちらもツヤを抑えた外観にはなっておりますので、結構シックな全体的なデザインかなとは思いますね。で、こちらがですね、同じくロイヤルピカケのマンゴーのモデルのですね、パイナップルボディのソプラノロングネックモデルになりますね。胴体も違えばスケール感も違うので、音のサスティーンは結構こっちの方がやっぱ出てるのが分かりますね。こちらのソプラノやパイナップルのソプラノロング以外にもコンサートやテナーもあるので、ぜひチェックいただければと思います。いや、なかなかソプラノサイズとしてはやっぱコアロハはすごいよく響いてると思いますので、コアとマンゴーの比較はぜひ比較していただきたいなと思うんですが、マンゴーのロイヤルピカケというところで、ソプラノサイズでマンゴー材のモデルって比較的あんまりないかな
なと思いますので、まあ、ハワイを代表するブランドのコアロハのですね、まあ、素晴らしいソプラノモデルかなと思いますので、まあ、この外観やサウンドがですね、可愛いな、いいなと思った方はですね、ぜひですね、こちらチェックいただければと思います。